どうもークールビズです。はい、クールビズまあクールですからね、今寒いね。はい、ということで、あれ、おやおや、吉谷さん、今日はスーツじゃないですかと。はい、セミナーやってきましたね、今日東京でね。いやー、久しぶり、今年一発目のセミナーでしたね。なかなか出し切ったんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあセミナー終わりましたけど、ババン、はい、次、大阪セミナーね、1月21かな、はい、1月21くんだよな。はい、1月21日大阪上陸でございます。大阪梅田、はい、こちら大阪梅田で13時から開催させていただきます。はい、今回、大阪セミナーはですね、僕の出版記念のセミナーの大阪バージョンで、開催したいと思います。うん、 OK ですかね。はい、1月21日大阪梅田 OK ですかね。はい、で今回ですね、プレゼントがあります。プレゼントね、はい、参加者のプレゼント、参加者の方には今この47都道府県のちょっとやってるんですけど、はい、この出版記念のね、今まだ17都道府県ぐらい回ったんですけど、まだ30都道府県ぐらい残ってます。はい、で今17都道府県ぐらい回ったんですけど、これ出版したことを記念にして回ってますけど、まあ大阪で18個目ぐらいかな。で、この47都道府県セミナー僕やってるんですけど、これ終わったら僕99,800円、はい、こちら47都道府県コンプリートボックスで販売予定なんですけど、47都道府県全部回ったセミナー映像、これねコストだいぶかかってますよ、結構交通費とか。まあ、それを47都府県全部コンプリートボックスでこれ99,800円で売ろうと思ってるんですけど、今回、来場者の方にはプレゼント for you させていただきます。はい、まあ、結構ねこれ配ってるんですけど、まあもらってないよって方はこれもらっといた方がいいんじゃないかなと。で今現状としても、17都道府県ぐらいの映像あります。で広島でやった時は久保さん、広島でやった時は久保さんっていう方のと、3年で1億3000万ぐらいかな、作った広島セミナーですね。広島は、3年で1億ですね。はい、3年で1億以上作った久保さんとタイアップしました。であと高知は、僕のお客さんで、まあ、負債1700万円ぐらいから、この方はですねもう1億円の今2億かな、すみません、今2億ぐらい持ってるんですけど、今じゃあちょっと2億にしておきましょうか。まあ当時は1億だったんですけど、去年か、ね、今2億ぐらいになってます。まあ1億にしておきましょう。1億、これね通帳に1億あるんですよ。まあ今2億ぐらいあるんですけど、この高知であった菊田さんっていう人がいるんですけど、この菊田さんとタイアップしました。はい、であと栃木ね、栃木ちょっと時間かけないな、栃木はですねこの前やったんですけど、なんだ、ファンキー山田さん、僕の本に出会って月収100万達成して今自由な生活してる山田さん、まあ月収100万ですね。全く初心者の状態から、どうやって月収100万達成、自分が達成できたのか、最高が850万、はい、いったんですけど、その山田さんとタイアップしました。で東京はですね、東京は僕のこの本を、吉谷さんと出版しませんかっていうことで、なんだ、声をかけてくれたこの梅田さん、ここにも書いてありますけど、この梅田さんね、
この梅田さんと、東京で、ジョイントしました、これは電子書籍の話ですね、電子書籍の話がどういう話かっていうと、初月30万初月30万2ヶ月目60万の電子書籍の Kindle の印税ノウハウですね。印税ノウハウ、はい、まあこの広島、高知、栃木、東京タイアップしております。他にもですね、タイアップしてる弟子とタイアップ結構ね、あの全国47都道府県回ってるんですけど、タイアップしてますかなりで、今回の大阪もタイアップなんですけども、まあこのこれだけでもかなりすげえノウハウ入ってますよ。だから47都道府県やるんですけど、まあできるだけ僕あの、まあ僕がね毎回喋ってもつまんないと思うんで、いろんな方とタイアップしてできればなと思ってるんですけど、これらもう映像あります、これ見れます、はい。で今回の大阪の出版記念の方に参加していただくと、これらも収録して見れる状態で、まあ、お渡しします。であとは追加で僕全国回ってきますんで、全国回ってった時に、また映像編集したらそこにアップしていくんで、まあ、47都道府県を全部無料で見れると。今回参加していただいた方ですね、この9万9800円予定のやつです。今現状でこれぐらい無料ます。もっとありますよ、17コンテンツぐらい、16が回ってるんで。他にもね、あの弟子の渡辺くんとタイアップしたやつあるかな、まあ結構やってるんでちょっと覚えてないですけど、覚えてる感がこんな感じです。これ無料です、参加者の方で。あとはプラス今回は全額返金保証もつけてます。全額返金保証今回ね、だから5000円、まあ僕5000円でしかもうあのセミナーやらないんですけど、有料で。でもしセミナーに参加して、あ、横浜セミナーもあったな、そうだ、横浜セミナーあった、横浜、まあ、神奈川は僕の弟子のブックメーカーですね、ブックメーカーで90万ぐらい稼いでる、まあ、元僕の弟子に宮崎くんっていう子がいるんですけど、横浜でやったやつはこれが入ってますね、はい。あと九州回った時にもう一人弟子がいるんですけど、多分一緒にやりましたね、はい。まあ、その子は今、ドリアカの講師として、まあ、講義の方を提供してくれてるんですけど、それは転売ですね、転売で稼ぐっていうやつですね、はい。これが多分宮崎だったかな、多分宮崎かもしれないです、宮崎。お、めっちゃ入ってません？こう結構入ってますよ、結構入ってる、はい。今現状でもこれ全部見れますから、無料で。でまあこれは、まあ、あの今回大阪セミナー参加していただいた方は、まあ、47都道府県で回ってますので、まあ、それで、まあ、プレゼントさせていただきます、はい。こう全部、まあ、これからも回ってきますよ。でいろんな人と多分タイアップしていきます、はい。であとは全額返金をしようですね。で今回セミナー5000円で参加しました。吉谷さん5000円の価値なかったよと、全然聞いてもちょっとダメだったよって場合は全額返金します。まずリスクゼロですね。プラス全額返金保証プラスアルファ、その迷惑料として5000円あげます。まあ、何が言いたいかっていうと、セミナー参加するじゃないですか、で5000円払って有料で参加しますよね。ここ価値ねえぞと、なんだこれ5000円払ってもクソな話しか聞けねえや詐欺野郎ってなった場合、まず5000円が戻ってきます。で5000円もらいます、わかります？プラスこれも無料でもらいます。リスクあります？なんかリスクあります？で参加費払ってクソだなと思ったら5000円返ってきて5000円もらえて、これも無料でもらえるんですよ。なんかリスクあります？すみません、これでリスクあるって言われたらちょっと困るんですけど、結構僕これ経費かかってますからね、これめちゃめちゃ経費、これこの映像収録するためにめっちゃ経費かかってますからね、悪いですけどね、うん、はい。ということで、まあ完全ノーリスクです。参加するかしないかはあなた次第と、はい。だからもう無料で5000円ももらえてね、もしセミナーに価値がないと思ったら無料で5000円ももらえる、この特典も無料でもらえる、はい。
そんなセミナーなんかありますか？あんまないですよね。あんまないと思うんですよ。お金もらえるんですよ。聞いてこれ価値なかったなみたいな、はい、これなんでやってるかっていうと、まあ、自信があるからです、ね、これね。でも一回僕ねこれぶっちゃけ言いましょう。これぶっちゃけて言うと、僕このその返金保証結構やったりとかしてたんですけど、今回上げるっていうのは初めてかな、まあ、今回こと初めてのことでちょっとチャレンジしていかないといけないんで、多分セミナーで上げるっていうのは初めてなのかな。で返金保証はまあまあやってたんですよ去年も。でですよ、この横浜セミナーで僕セミナーやるときにこの返金保証をつけるときは一回そのセミナー前に、皆さんと今回ありがとうございますと、今回返金保証をつけてるんでお金も持ってきました、お金も持ってきました、でセミナーが終わったら、聞きますんで価値がなかったらあの言ってくださいと、その場でこのお金を返金しますっていうことを最初のセミナーの前説でやりますね。前説でやってでセミナー終わった後がどうでしたかと、5000円の価値ありましたか、ありましたかって聞いてくるんですよ。でなんと横浜セミナー一人返金来ました。しょい一人返金来たんですよ。でさすがにちょっとうろたえた映像も収録されてます。うろたえた映像で、その返金理由が、いや価値がなかったですと、返金理由ね、すいませんと、いや何が価値感じなかったですか聞いたんですよ。そしたらその人は、まあ、予定がそれね、セミナーが終わるのが5時だったんですよね一応。でちょっと延長してしまって5時10分か15分に終わったんですよ。延長してしまって白熱して、でその返金理由、いや何が価値感じなかったですか聞いたら、いやあの5時に終わらなかったんでと。で僕固まってしまって、あそうですかと、すいませんでしたと、時間通りに終わらずすいませんでしたみたいな、はい、その返金理由が、5時を過ぎても、終わらなかったと、そんな感じの返金理由だったと思います。はい、その全てを収録してるやつも入っております。あ、そうそう、あと栃木セミナーでもその返金保証みたいなのやったんですよ。で栃木セミナーの場合はこれね、またこれも映像に収録されてるんですけど、最後聞いていくわけですよ。どうでしたか、価値ありましたか。あ、栃木セミナーの場合は一応参加費5000円もらうんですよね。でもらって栃木セミナー始まる前に5000円返してったんですよ。一回入金してもらうんだけど5000円返してきました。で、一回セミナーを聞いて5000円以上の価値があったら戻してくださいみたいなのやったんですよ栃木はね。栃木は5000円もらうけどセミナー始まる前に5000円返すみたいな。で価値があったと思ったらその5000円バックしてくださいと、リスクないですよみたいな。でその時に栃木セミナーの場合は吉谷さんと、いや今回のセミナーは1万の価値があったと、はい、1万円札になって帰ってきました。その映像も入っております。その映像も入ってます。1万円もらう始終も、5000円返金する映像も入ってるし、1万円もらう映像も入ってます。もう結構ね面白いんじゃないかなと思います。なかなかなくないですか、そんな映像見たことないんじゃない。ハプニング集ですよね。もう完全ハプニングですよ。僕びっくりしました、まあ、理由がね確か、まあ、僕の記憶だと、いや5時過ぎちゃったんでみたいな、時間が過ぎたんでみたいな、マジかと、確かそんな感じの理由だったと思うんですよ。まあ理由はね別に問わないって言ってたんで、あそうですかと。で今回あの迷惑料払うんですけど、ちょお願いしたいんですけど、その理由とかそういうのちょっと勘弁してほしいなと。さすがに僕も大阪までの交通費もあるので、ちょっとその理由でのちょっと、まあ、もしそういう理由でもう完全迷惑料、もうこいつから5000円もらったるぞみたいなやからが来て、その場合はちょっとねどうしようかな、ちょっとセミナーの会場の方にこの理由どう思いますって聞いてもいいですか。どう思います。まあまあもちろんね時間通りに終わんなかったらまあ僕のせいなんですけど、なんかそう関係あんのかなみたいな、うん、まあ関係、まあ時間にきっちりしてる人はね、いや予定あんのに早く終わんねえかなみたいなのあるかもしれないですけど、そこはちょっと多めに見ていただきたいなと思うわけでございますよ。はい、なのでまあ今回はあの
5000円あげますけど、迷惑料としてね、内容がクソだったら。だからちゃんと明確的な、なんかどこが悪かったのかっていうのは教えていただきたいなと思います。まあ、それはなんかちょっと違うのかなっていう。まあいいんですよ、いいんですけど、まあ僕も経験ですよ、はい、いいんですけど、はい。まあ、とりあえずリスクはないんで、本当に自分が内容がね、内容が悪かったって言ってくださいの、その内容。僕も改善していきたいんでね、僕も改善していきたいわけじゃないですか、せっかくやってんだから。だからその内容をしっかり述べてほしいというところでございますね、あのセミナーの内容が悪かったら。うん、はい。ということで、まあ、今回のセミナーは、まあ、もうリスクはないよと。まあ、実際でもその理由でも僕返金してますからね、その場で正々堂々とやってますよ。はい。で今回は、タイアップするのが小坂くんっていう子なんですけど、小坂くんで、この小坂くんっていうのは、まあ、僕の、まあ、今日もライブ終わって今何時だ、今ですね、時刻が、あ、もうちょっとで2時でございます。結構頑張ってました。セミナー終わった後動画撮りまくってますからね、僕だいぶ撮った。はい。で今回その小坂くんっていう子がと、大阪タイアップするんですけど、僕毎日ライブ放送を深夜23時から、水曜日はお昼で今やってるんですけど、この小坂くんっていう子がそのライブ放送を昔ずっと見てくれてました。でマインドが全然できてないと。でその時にライブでいつも参加してもらって、でなんだ質問こう来たりとかして、ずっとアドバイスしてたんですね。そしたらマインドがどんどん変わって、行動がどんどんできるようになって、月収100万ですね。はい、月収100万当たり前です。全く初心者ですよ。でなんでやってるかっていう、カメラ転売です。はい、カメラ転売ですね。あとは今カメラ転売以外にも投資もやってます。FX だったかな、投資もやってます。でもう多分おそらくなんですけど、まだ直接本人に聞いてないんですけど、多分月収2,300はあると思います。その FX とか全部そういうのも入れると。あとはそのカメラ転売の利益と、あとその自分でもコンサルやってるんで、コンサルの販売の利益だったりとか、あと投資の利益とか、あと他のビジネスの利益入れると、多分200-300ぐらいいってんじゃないかなっていうところです。全く初心者の状態からですよ、初めて。うん、でその小坂くんと今回ですね、大阪で、一緒にタイアップしてセミナーをします。で なぜ彼が、その稼げるようになったのか、で今何やってるのか、でどうやって稼いでるのかっていうところをセミナーで詳しくお話ししてくれますので、まあぜひですね、まあ今なんだネットビジネスやろうと思ってるとか、うん、何やっていいかわからないっていう場合は、全く初心者の状態からどうやっていた、まああれですね、山田さんみたいな感じですね。山田さんもこの本に出会うまでは全くネット初心者でした。うん。まあ、小坂くんもそうですね。しかもマインドも全然できてないと。でちょっと今回そのセールスページもちょっと作ったんで、まあ、この YouTube の下にいつも通りリンク貼っときますんで、ぜひ見てみてください。もう彼はね、もうね、月収100万当たり前だぞみたいな、もうマインドなんですよ。もうとりあえず稼げます、すごく彼は。まああと若いんでね、うん、フレッシュですね。はい。だからこの小坂くんっていう子がどうやって全く初心者の状態からこう成長して、どうやって稼げるようになったのか、でカメラ転売でどうやってやって稼いでるのかとか、まあ、投資何やってるのかとか、いろいろ話してくれます。だから自分の全部ヒストリーですよね、どうやってうまくいったのかっていうのを話してくれますんで、うん、で今回その、梅田のセンタービルでセミナーをやるんですけれども、その2年か3年前ですね、うん、まだ小坂くんが月に、カメラ転売で15とかの時かな、15万ぐらいの時かな、その梅田のセンタービルに来て僕のセミナーを受けてくれました。で吉谷さんと、押し入れてきましたねみたいな、そうセミナーに来る前にも仕入れに行ってみたいな、はい、そういうのもねやっててね、まああの時からもう 2,3 年ですかね経って、もう収入もいっぱい上がりまして、うん、まあそんな感じでございます。あ、まあ来ればもう正直ですね、まあ、うん、ちょっと
まあ資金、まあ僕はねインターネットビジネスの話しますけど、資金がちょっとあるぞとかカード使えるぞっていう場合は、あの転売もうすぐ稼げますんで、うん、もうすぐ稼げますよ。ネットビジネスの場合は、ネットビジネス、まあカメラ転売もネットビジネス、ネットを使ったビジネスですけど、例えば YouTube とかブログとか、まあ、媒体あるじゃないですか、 Facebook とか、やっぱそれ育てないといけないじゃないですか。転売の場合は出品して売れる、出品して売れるっていう、ただそれだけなんで、すぐ現金入ってくるじゃないですか。うん、だから僕のドリームアカデミアの中にも、僕のドリームアカデミアの中にも転売コンテンツ入ってますけど、まあ、すぐお金が欲しいっていう方は、まあ、転売いいんじゃないかなと思います。うん、でその中でも転売の中でもいろいろジャンルありますよ。で彼はやってるのはカメラ転売。じゃあなんでカメラ転売かっていうと、カメラ転売の方が利益取りやすいってことですね。利益取りやすいと。はい。でどうやって回してるのかって、まあレターも書いてあるんで、ちょっと見ていただけばちょっとわかるかなと、なんとなく。はい。ということで今回はですね、昔、しかもフリーターのアルバイターですね。昔アルバイトしてたんですね、小坂君は。アルバイト。本当アルバイト、フリーターですよ。で全くネット初心者、その状態から今もう余裕で月収100万です。余裕で、はい、当たり前だみたいな、もうそういうマインドになってるんですね。うん、だからその子の話が聞けるんで、まあぜひ今回は来ていただきたいなと思います。で僕もいろいろ今日も、今日というか日付回っちゃいましたけど、セミナーやってますけど、やっぱそのやっぱリアリティありますよね。僕がまあこう喋っても、いくらでも喋れるんですけどね、なんかリアリティないじゃないですか。お前なんかずっとやってんだろみたいな。小田君全く初心者のとこから僕見てますからね。ライブでずっとサポートしてましたから。うん、はい。ということで、まあ、今回は軽く、まあ、僕もう2時ですからね、結構頑張ってます。セミナー今日終わった後ですからね、結構頑張ってると思うんですけどね。はい、結構頑張ってますね。結構疲れました、僕もセミナー結構話した、疲れた。だけど寝るいや、これからゴッツだな。これからゴッツ行きますから、ゴッツ、これからゴッツ行きますから。ゴッツでライブどうしようかな、ライブどうしようかなゴッツライブどうしようかな。頑張ります。はい、ゴッツライブこの後終わりたいと思います。はい、この YouTube の下に、リンク入れてますので、本当リスクもないし絶対来た方がいいです。で大阪セミナーが終わったら一回僕鹿児島帰って、そこでちょっといろいろ仕事するので、まあ 1,2 ヶ月はちょっとセミナーはしないかなっていう感じですね。はい、なのでまあ大阪近辺の方、まあ大阪でセミナーやるのも久しぶりなんで、まあぜひ大阪、まあ東京まで来れないという方、大阪近辺の方はぜひ今回来ていただいたら、すごい面白い話聞けると思いますんで、はい、あとは絶対5000円以上の価値は絶対提供できる自信があります。ただこれは僕たちの、まあ、僕たちが僕の自信でしか過ぎないんで、まあ、実際に参加されて、まあ、内容がクソだったなと思ったら、言っていただければ、その場でセミナー会場のその場で返金、まあ、1万円札渡しますけど、はい、そういう保証もありますんで、来ていただきたいなと思います。では終わります。ご視聴ありがとうございました。